そういった、あのー、不安に対しては、樹さんから、まあ、指導者なり、あの周りのスタッフなりに何か質問とかってしやすいんですかいや、難しい。中で難しいよね、そうん、ですよね。<laughs> これ不安なんですなんて言わないでしょ。ううん,うん、うん、ねえ、はい か自分でかい考えるから、余計不安、うちに入るから余計不安になるってこともあるんだと思うんだよね。うん、でも、それを解決しないと永遠と終わらないから、うん、そこをどうやって断ち切って、いい方に持っていくかっていうのは、自分自身の問題だと思って断、うんうん、ち切るっていうのは、解決する、逃げる。解決,解決するときと、ねうん、うあとは、これはちょっともう,そう,いう、そこに不安を持ってたら、進めないと思ったら、もう切るしかないから。うん っていうふうにもう割り切るしかないところもある、うん、なるほど。そうん、技術だったらそういう方に向かってるわけだから、うん、だけど、うんうん、できるじゃん、そういう不安は、うん。そういうのは拭えると思う。うん。ぶ、うん、で,多分でも一人になったらまたーって落ち込むだろうけどね。かんまた、ああ<う>練習が終わってそう終わって戻ってきて、一人になって考えることになったらこう、またぶり返してくることもあるけど。うん でもそういうのがやっぱり繰り返しでこう進んでいくものだと私は思っているので、うんうん、絶対不安がないってことは生きていく上ではね進んで進んでいく上では必ずしも絶対不安は絶対あるだろうし、うん、なんかそういうところはあるのでずっと、うん、そこは脱げないかなとは思ってる、うん、そっか、まあ、新しい成長していくたびに新しいものが見えてくる結局そこに とどまったら不安は解決したらもうないかもしれないけども、また進んでいったら、また絶対新たな不安が生まれてくるってことですかね。そう、ずっと、ねうん、大,大小関係なく、そういうのがあるとは思っている、うん。なるほど、確かに。ありがとうございます。